しょびれりゅう。どうも、カンジールーです。今日のマは、魚は死んださんの9歳の妹さんによるマーでした。まるでね、雲南でやってた身もを守うみたいなね、言い方のマーでしたね。ということで、今回の興味ねえニュースは、ついに緊急事態宣言が解除されますが、皆さん、これ読めてますか？ここ数ヶ月くらい、すんげえね、たくさん見ましたよね、この文字ね。まあコロナ禍って読むのがね、正解なんですが、筑後軍団はちゃんとそれがコロナ禍とね、読めてるのか聞いてみました。まずは筑後さん。コロナね。不正解です。筑後さんは誰よりも検索好きだから、すぐに調べたみたいです。続いてはボッキー。コロナね。まさかの筑後さんと同じ間違い方。しかもその理由も、だいたい左側の読み方じゃないですか？かなり間違ってます。だいたい左じゃなくて、だいたい右のね、読み方ですね。続いては元ギニョル改め石垣もずく現鈴茜さん。コロナ禍的だ。大正解です。でも知ってたわけじゃなくて、ロカと似たような感じだからそう読んだらしいです。続いてはスケベ主婦代表のアチャコさん。コロナカタツムリか。まあ偶然にもカっていう漢字の形はカタツムリの漢字とね、似てるんですよ。でもまあ不正解です。続いてはピルルさん。コロナ渦、コロナ鍋、コロナリャン、コロナすぐ、コロナ橋、わかったかも。今流行りのコロナマスク、正解でしょう。コロナマスク。全部不正解なのに、しつこいぐらいに回答を送ってきやがりました。まあピルルさんは成果のことを生やって言ってたらしいので、間違えるのも当然です。首都工事の抗がん。ちなみに文人さんには電話で聞いてみたところ、読み方わかんないから、読むとき、あの、自分がなんかニュースとか読むときはコロナウニュウニュって感じで読んだけど。コロナウニュって読んでたの？あ、ニュウニュ、いや、だから要はそこだけスルーする感じで、コロナな、まあ、発す。わかってなかったんだ。だけどなんか、なんで こんなやったらみんな知ってんのかなと思ってた。こういきなり、例えばね、ロックダウンとかそういう言葉だって、知らない人は知らない。だからそれみたいにまた新しい言葉作りやがってとか思ってね。っていう風に自分の中でカっていう文字をね、ごまかして読んでたそうです。そんだけ。